ちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。一緒に頑張りましょうね。キララファンタジー始めていきましょう。500日記念ということで、新たなイベントですね、始まってます。シャアとシャロが登場する。これなんて言うんだ、アマトアン、ご中佐の キャラですね。こちらが出てまいります。私はヤガミコ、ゲームのキャラクター。ガチャ引いてみましょう、いきなり。ちなみに、なるほど、トレーニングやってんだ。こんばんは。そろそろガンナもくるくるかしら。お疲れ様、お土産あるで。すごいわ。このキララポイントなんとかならないかな。私はヤガミコ、ゲームのキャラクターで。こんばんは、夜もお手伝い頑張ります。なるほど、キャヘンとシャロ編両方あるんですね。ご中佐のセレクション思想感もやっておりますね。こっちを選んでもいいかもしれないですね。ひとまず宇治抹茶の千代ちゃん、ご中佐の中で、好きなキャラクターなんで、引いてみたいと思います。チケット使います。行ってみましょう。この後で10番引いてみたいと思います。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。こちらは残念でしたね。こんばんは、夜のお手伝い頑張ります。夜のお手伝いか。はい、これで、10連ガチャやってみたいと思います。開きますよ。さあどうだろう。やばいです。星4以上かく、おーっと、星5いくかな。ひょっとするかもです。なんだろう、誰。おー、来たー、やったー。チアの星5来ました。あれあれ、ちょっとなんか動きおかしいですよね。またアリスパターレットだ。お、星4以上確定だ。お、これも星5来る。さあ誰来るかな。おん、2つ目、すげえ。これで終わりかな。まだあるか。
私は2回引いたんですね、星5の。これはだ。チアよ、ソウユになったの。よろしくね。風の時はニンニクを巻いて梅干しをおへそに。なんて冗談よ。癒しの力と特製の和菓子でみんなを元気にしてあげるわね。ああ、すごかったです。いや、すごい。今回はすごい。いや、どっかのあの狐さんみたいになんか癒してくれますね。あれ？さあ、しかもまずあのナズナが覚醒です。そしてなんとなんか星子ってなかなか覚醒難しいんですけど、やりますね。いや、大当たりでした。チア欲しかったんでね、すごく嬉しかったです。あー、これ配信にしとけばよかったな。トレーニング行ってみましょう。いらっしゃい。お夕飯？トレーニングするの？これはそのまま行きましょう。頑張ってくぞ。任せて、行ってくるわ。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすが。ちょっといいですか。お願い、ありがとうです。助かりました。またお願いします。クエスト金銀を手に入れましたね。いつも会社に。いいですか。ありがとうです。助かりました。またお願いします。さあ、アイテムを確実に手に入れてクエスト行ってみましょう。アマンさんに来てくれたらサービスするわね。ありがとう。サービス。チアよ、アマンさんの看板娘として働いてるの。よろしくね。はい。そうですね。ここ来ました。うんうん。はあ、やだ。いえ、それなら。チアよ、アマンさんの看板娘として働いてるの。さあ、今回はお風ですね。あれ、風ってもしかして。そうなんです。入ります。他にですね、風はの星4以上だと彼女入れちゃいましょう。勇気下げて、こっちかな。
ちろんココアでもいいんですが、こっちのココアを選びます。それでは行ってまいります。そうでしょうか。そんなの。ああ。うんうん。いえ。そうね。おや？それなら。もう。うん。あれをやっつけるの？さあバトル。交代させましょう。使いますよ、いきなりから。これはちょっと盛り上がってきちゃった。やっぱりこうでなくちゃ。おいで。はい、花の都蜜子の宝石よ。タロリーなんて言葉忘れなさい。捕虜か。なんだと。それ倒しましたね。星5なんで簡単には上がりません。チアよ、アマーサーンの看板娘とし、アマーサーンなんですね。やれや、来年登場。あらあら。おはい、おはい。ありがとうございます。あ、うん、魔物。そうですね、そうね。ありがとうございます。チアよ、アマンさん。さあ今度はこの属性、これですね。この属性で入れ替えましょう。スタートです。皆さん、ゆえを入れておきましょう。この旅が無事に終わります。怒ってます。あ、シュン。でも、ん？パーン。あ、じゃあ野生の妹。どうかしら。いえ、かわいい。そうね、ぴょんぴょん。なんか
あー弱い。おっと、シンハが。私の水鉄砲が火を吹くよ。水鉄砲。いいですね、なるほど。夏部屋のコース、行きます。お願いします。こっくりこっくり、お入れません。おー、単独攻撃。倒しちゃいました、一発で。レッチア、来たー、チア。やってみましょうか。ワン、フォン、オン、ワン、ウィン。これが SNS 映え。見事な勝利でしたね。いいですね、アリマ。アリマひずめ。さあどうなる？いえ、あんこ。それなら戦車出るやつかな。和菓子をよく作るわ。できたお菓子に名前をつけるのが大好き。さあ続き、バトンの内緒説です。お待ちどうさま。あらまあ、え、そうですね。パンパンつけ素敵ね。うん、あ、そうね。それならどうしたんだろう。お、バトン倒れた。そうですね。あ、なんだろう。あらあら、あ、え、うんうん、賛成。でも、うん、ぴょんぴょんしてきた。シーズン1はクリアですね。シャロよ。おや、あ、はい、まあ、なに、どうしたんでしょう。シャロだ。お、はい。リゼか。でも、これがシャロ。ああ、そうですか。そうだな。やれやれ。家は貧しいけど心は錦なんだから。庶民派アピール。さて、あ、おぬ、あはは
まったく。あのさ。はい。でも。なんだって？家は貧しいけど、心は錦なんだから。さあ、炎属性、続き行ってみましょう。チアです、行ってみましょう。さあ、行きましょう。いいよ。そうですね。おっと、カナダ。そういえば。ああ。おや？そうか。大船じゃないよ。やるしかないもん。またですね、アディマヒズメ。ワン、オン、オン、ワン、ウィン。これが SNS 映え。見事な勝利でしたね。家は貧しいけど、心は錦なんだから。さあ、10章までやりましょう。これで青か、今度は水属性。これでいきましょう。リズ行きましょう。怖くない、怖くない、怖。そうね。ああ、はい。やるしかないよね。さあ、だんだん敵が強くなってきます。来ましたね。これなら OK です。私でよければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。そこだ。お待たせしました。わかってるわよ。
すいわね。カイはしっかりね。まあどうにかなったわね。うん、ありがとうございます。そうですね。はい。へえ。うん？ウサギに見える普通のウサギじゃないような。おお。おお。いいよ。うん。ああ。そういえば、ああ、そうですね。もう、なんだろう、中二病感あるな、シャロって。そうだな。もう、痩せたんかい。本当？あ、ちなみにクエスト通過ですか？で、収集クエストにもう映ってますね。目指せ世界進出。アマンさんに来てくれたら。シーズン2の9章まで終われば収集クエストにチャレンジできるということですね。はい、というわけで収集クエストまで終わりました。うん、なんて言っても嬉しいのが、嬉しいのがこれですよね。チア。キララファンタジア、始めちゃおうかしら。こんな感じですね。私もお供させてもらうわね。相手になるわ。ふん。そうや。本気で行かなきゃね。焦らずに行きましょ。ふれーふれー、盛り上がってきちゃった。うん、というふうな感じですね。あ、デフォルメキャラもあるんだ。というわけで、こちらでですね、引き続き収集クエストを次回は行っていきたいと思います。ぜひお気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。はい、また次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。